主にイベント会場に使用された札幌イルプラザ北海道の楽しい100人とは北海道で2ヶ月に一度たま数月に開催されているトークイベント北海道で活動している楽しい人を主催者が指名し15分間のスピーチを行う毎回4名のゲストスピーカーが登壇2012年2月より各月開催され初年度は 参加人数などに合わせ会場が異なったが、2年目以降は札幌エルプラザ3階の大ホールで行われた。次回の開催概要は公式のフェイスブック上で行われていた。1ヶ月前より申し込みが行われ、ゲストスピーカーが誰かなど開催日に向けて公開されていく方式。会場が札幌エルプラザのホールで行われるようになってからは予約がなくても参加できるようになった。 参加者は150から200名程度で、道内の定期開催イベントでも大きな規模だった。約1、3が新規参加者で、登壇者に合わせて参加者も変わるのが特徴の一つ。イベントはユーストリームでネット中継されていた。現在、アーカイブが配信されている。2016年2月に100人を達成し終了したが、同年8月よりボリューム2がスタートした。 現在、北海道の楽しい100人以外に、2014年9月より、広島の楽しい100人2015年1月より、十勝の楽しい100人が、同様のイベントとして開催されている。2013年3月号の外ことによると、東京や海外経験がある4人が、外から北海道を見たときに、若者がおとなしく感じたこと、東京での講演会などのソーシャルイベントの数と、 対比すると圧倒的に北海道でのイベントが少なく、感じたこと、外へ対するタレントへの憧れだけが強くなっているが、実は単純に習慣がないのではないかと感じたことなどがあり、自分たちがオーガナイザーとして開催した。偉大な成功者の講演ではなく、等身大の身近な体験を語ってもらおうという考えで、北海道在住者に限定してゲストスピーカーを選定しており、 そこですれ違ったことがありそうな人の社会経験に北海道を楽しくするいいねにつながればと話している。登壇したスピーカー同士が新たなコラボをしていたり参加者との協業も始まっている。また登壇したスピーカーが閲覧者として参加することが多く他のイベントでは見られない交流も魅力の一つと言える。15分という時間設定はもう少し聞きたいと言える。 程よい時間と疑問や感覚はすぐに身近であるゲストスピーカーに直接話すネットを通じて接触できるという今の時代を活用してほしいと話しているイベント内容は日本経済新聞北海道版にダイジェストが掲載されている2014年4月に北海道新聞社主催の地域元気大賞に選ばれ表彰を受ける参加費500円からスピーカーの交通費 懇親会おもてなし代、ボランティア学生スタッフの懇親会代金、会場費、ユーストリーム配信機材需要、その他若干の雑費となっており、できる限り負担のない運営をしている。登壇したゲストスピーカーと膝を突き合わせお話をしようと、初回から行われており、2013年では常に居酒屋を借り切った90人程度の濃厚な懇親会となるとして人気の企画となった。 基本的に参加希望は事前申し込みで受け付けているが、欠員が出た場合は、イベント終了後に懇親会の申し込みも行われる。役職や肩書きは登壇時のもの。ありがとうございます。